大学生の時に駅から家に帰る時に一つのことを決めて、俺は今日絶対に白線の上を通って帰る、何があっても。で歩いてたよ。そしたら前から小学生が歩いてきて、でも小学生はそんなことしてなかった。ちゃんと白線の中を歩いてたんやけど、たまに白線にちょっと出たりみたいな。しっかりまっすぐとは歩いてないわけ。でも俺はまっすぐ白線の上を歩いてるから、ちょっとなんかぶつかりかけるんやね。内側を歩いてたら多分通れんわけよ。ギリギリ通れるぐらい。だからその小学生には悪いけどごめん。でも俺はもう白線を歩くから、小学生はちょっと白線からずれてこっち側、車通る側、まあそんな車通るとこじゃないからいいんやけど、それを考慮した上でね、ちゃんとごめんな小学生と思って白線の上を歩いたんやけど、チラッと見たらすごい睨んでて、小学生がお互い一人なんやけどね、すごい睨んでて俺のこと。すくすく育ってほしい。友達と名古屋で遊んでて、電車がなくなって、いつもならカラオケに泊まったりするんだけど、今日はなんかゲストハウスに行きたいって言い出して、そのゲストハウスの人、受付の人が、俺は分かんなかったんだけど、後に聞いたら相手がその外人やったからそうしたって言ったんやけど、友達が急に、あ、ちょっと分からないです、ちょっと、あ、そういうことなんですねって急に喋り出して、そいつが、そして僕はお風呂に入って、お風呂じゃなくてシャワーに入ってました、うん、そしたら友達がいない、全然いない、どこにもいない、なんでいないのかわからないけど僕は1階に行きました。そしたら友達が土下座してて、なんか警察も来てて、俺は端から見てて、椅子があったから座ってたら、どっかの国の人、どっかアジア系の、ベトナムかフィリピンか中国かわからんけど、中国やったかな、中国っぽい顔してた。その二人が、俺が後から座ったのかな、その二人が座ってて、俺が座って、こうなんか三人で見てるみたいな絵になって、それ後から聞いたら、そいつは酔ってて、この携帯を、このゲストハウスのカプセルホテルっていうかな、ちっちゃい小部屋なんやけど、その小部屋をなぜか iPhone カメラで動画でこうやってなんか入れたらしくて、それが横女性で、なんか下着を干してたらしくて、でその女性がなんか男の人と泊まってたんやけど、その男の人はちょっとこわもての人で、日本人ですごい剣幕でなんか怒ってて、俺はどうしたもんかと、入ってこうか迷ったけど、俺はブックマンだと、俺はブックマンなんだと心に言い聞かせて、まあブックマンっていうのはなんかディグレイマンで知ったんだけども、歴史に干渉しないんで、ただ歴史を見るだけだ私はみたいな、歴史を記すものだみたいな。それで私はどうしたかな、それでまあ被害届け出しますかみたいなことを警察が女性に言って、女性は、警察は被害届け出すとちょっと面倒くさいけどどうするって言われて、女性はあ、やめときますって言いました。それでなんとか収まって、でその警察と友達が俺をね呼びに上に行くってなって、俺の横をこうやって通り過ぎて、俺を迎えに上に行ったわけよ。で俺は見てるんだけど、友達はもう視界が入ってないよ、落ち込んで、俺も視界に入ってないから、あれ僕どうしよう、あれ僕どうしよう、うん、どうしたらいいんだこれ、俺も上に行って後を追って上に行って、全部知ってるから、一部始終全部見てたから。けどその警察と俺の友達の中では俺は何も知らない設定になってるから、どうしようと思って、瞬時の判断で、おお、どこ行っとったどこ行っとったら出ないかなって。で俺は、うん、今思うと反省ないけど、あまりに素直に行き過ぎて、あれ勘のいい警察やったらね、多分俺も疑われてたねってなって、でまあ出るんやけど、その出る時にそのフロントの人に、フロントの人が俺の友達に、一応あなたは出入り禁止っていうことになりますって言われて、バカやなーって思ったら、そのフロントの人が俺に、あ、まああなたも出入り禁止ですって言われて、なんで、なんで、僕何もしてないよ、僕何もしてないよ。んで、まあそのゲストハウスを出て、警察がね、そのゲストハウスのとこから俺らを見てて、で二人でちょっと落ち込んだふりをして、警察が見えなくなるなって角を曲がったところで、フォーってやるっていう感動的なお話でした。俺大学受験の時二つ候補生推薦で受けて、一つは名城大学、後に俺が行くことになった大学で、もう一つは愛知学院大学、愛知学院大学の方が先に受験して、びっくりして、簡単すぎて、そんなわけはない、俺が天才になったのか。
いや、そんなことはない。自分の学力のレベルは分かってる。日本全国の真ん中ぐらい、本当にちょうど真ん中ぐらい、それは分かってる。でもこの大学の入試簡単すぎると、びっくりするぐらい簡単。高校受験の時の方がまだ難しかった。スラ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 、簡単やー。でも一個だけ分かんなかった問題があって、漢字のテストでカタカナで布団って書いてあった。これを漢字で書きなさいって。全然分かんない。布団、布団って何だ。毛布とか布団か。布団に漢字なんてある？全く分かんない。けど絶対見たから分かる。それも分かる。でも出てこない。ふ、ふって何。歩く、違う、絶対違う。違うのは分かるけど何か分かんない。トン、トンって何だ。豚、豚ではない。もう全然分からん。どんだけ考えても分からん。でテストが終わってすぐ調べた。布に段、段でトンって読む。えぇ、そして僕は二度と布団を忘れることはなかった。この今、現在まで。結構前にイヤホン買って、こういう感じのイヤホン。なんか耳かゆくなって、耳の中が。掃除してなかったからかな、みたいな。掃除するのめんどくさいから、ヘッドホン買おうってなって。ヘッドホン買って。これも結構前。でもこれ、ちっちゃいね、ここが。ちっちゃいから、こう耳が、こうなる。こうなる、耳が。痛いと。長時間つけてたらもう痛い痛い。だから、こうするやつが欲しいと。ほんで買ったんや、これ。OL んやけど、ここが痛い。ここが痛いから、やっぱ耳につけるやつがいい。ほんで、これを買ったんや。これ安いやつ。ここにテープがついてる理由もね、すぐわかる。これは純正のじゃなくて、安い方のやつ。安いやつあったから、買ったんや。これならいい。なんか音質がすっごい悪い。すっごい悪い。別に俺って音質なんか気にするタイプじゃないと思ってた。けど、わかる。素人目にもわかる。音質がすっごい悪いから、この純正のやつを買ったんや。これすっごい一言言わせてほしい。God damn! 全部いらん。買い物下手すぎやろ、俺。おい、買い物、むずい、俺。